皆さんこんにちは、シーローです。毎週恒例、紹介銘柄週間報告をさせていただきます。先に自己紹介いたします。シーローの米国株ノートを運営しています。YouTube では主にアメリカ株の有料個別銘柄について動画にしています。紹介銘柄は YouTube、ノートを中心に必ずフォローしています。もし動画が良いと感じていただけたらチャンネル登録よろしくお願いいたします。また、メス会員です。メンシャやプライベートに関してもノートでたまに書いてますので、よかったらご覧ください。この動画では、紹介銘柄の週間騰落率、来週の株価展望、不思議量の今後の投資内容について紹介していきます。まずはロイディファーマです。今週は上昇、週間騰落率はプラス 3.2% です。次の銘柄はアーブダスプライファーマです。今週は上昇、週間騰落率はプラス 3.2% です。来週の株価展望を紹介します。ロイディファーマは9週分の上昇です。新規ニュースはありませんでした。アーブダスプライファーマは2週分の上昇、6月7日のカンファレンスに参加予定です。個別株の推移を確認します。より一層小型株のボラティリティが高い1週間でした。相場見通しも不安定なため警戒が必要です。今後の投資戦略についてお話します。週間騰落率 SP500 プラス 1.82%、ナスダックプラス 2.04% でした。今週はボラティリティが高い1週間でした。FRB 交換は経済指標に大きな変化がないことから、6月 FOMC の利上げはスキップすることを示唆しています。その影響か株式は上昇しましたが、指標によってまちまちです。雇用統計は雇用が強く賃金が下がり、 FRB にとっては好都合な内容でした。この傾向が続くかに注目しています。最後にシローの来週の投資スタンスはやや浮き維持です。来週は CPI と ISM 非製造業指数に注目しています。相場の見通し変化に警戒してください。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白かった、役に立ったと思う方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。また友達や周りの方にもぜひ進めていただけると嬉しいです。ノート、ツイッターも毎日相場について更新してんでフォローお願いします。以上、シーローでした。また見てください。